千葉県勝浦市にある廃業したホテルで火事があり全焼しました。警察が出火原因を調べています。午前10時40分ごろ、勝浦市大沢にある廃業したホテルが燃え落ちていると目撃者から119番通報がありました。ポンプ車など7台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、2階建ての廃業したホテルが全焼しました。怪我をした人はいませんでした。消防によりますと、消火活動に当たっていた消防団員が熱中症の疑いで搬送されたということです。警察が出火原因などを調べています。